このゲームはインターナショナルチャンピオンズカップ3戦目、大会最後の戦いとなります。この時間はチェゼーナ対メンヘングラートバッハ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはエスタディオカンペオンで行われます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。433のシステムですが、どうご覧になりますか。そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね、はい、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。いわゆるアンカーと呼ばれているポジションですよね。そうですね、この場合ですとアンカーですよね、はい、まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。なるほど。さあ、ファーストハーフが始まりました。インターナショナルチャンピオンズカップノースアメリカ、チェゼーナ対メンヘングラートバッハ。チェゼーナ、強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。まあ、フットボールは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツではありませんからね、はい、なので相手が強豪だからといって今日のゲーム何が起こるかわからないですからね、うん、逆にそういうのを期待して見てしまうんですよね、はい、シュート、キーパー、ボナベントゥーラ、ユリアン・バイグル、ハキミから大きく前線フィード。北澤さん、この大会3戦目を迎えて両監督のチーム作りへの思惑、どうご覧になっていますか。そうですね、3試合目で戦い方の手応えをつかみたいでしょうね、これまでの結果を踏まえて変えるところ、固めるところをテストしつつ、はい、さらに結果につながれば最高のプレーシーズンになりますよね。そうですね、スペースを狙う、ユリアン・バイグル、さあどこに出してくる、シュート、いや、いい反応でしたね北澤さん。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ、この難しいボールによく触りました。ミドル、シノグ、阿部、今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね、まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。前線へ大きなフィードです。さあ一気にカウンター、ジェコビッチ、キャッスルデイ、触る、メンヘングラートバッハ一旦クリアで落ち着かせます。キャッスルデイ、プレスからボールがこぼれる。前半17分を経過、前半ここまで両チームともシュートを打っているという印象はあるんですけれども、スコアはまだ動いていません。前半からお互い全力でぶつかり合ってますよね。非常に攻守の切り替えが早い、見ていて面白い試合になってますよね。ボナベントゥーラ、ボールが収まり、ミドル、止めた、ルーズボール、危ない、サンチョからクロスボール、
ボールをクリア。教わったフリーだ。メンヒェングラート。ジョーノス。キャッスルダイン。チャレンジはしません。後ろに流す。素早いパスで攻め上がっていきます。低いボールだ。そのままキーパーが抑えました。デロッシー、ボナベントゥーラ。激しいボールの奪い合いです。デロッシーから長いボール縦へ。さあつながるか。ラファエル渡ります。さあ左へ預けて、サンチョ、いいプレッシャー。ハキミ、一気に縦へのアーチ。メンヒェングラートバッハ、これは奪い返します。ちょっと浅いか。どうする。素晴らしいパス。サイドへ。ハキミ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。カウンターを仕掛けます。チェゼーナとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。ラファエル、裏へ届くか。さあここでカウンター。このボールはつながりません。ハキミ、大きく縦へ。ジョルザ、キャッスルダイン。ジョルザ、裏を狙っていきます。おっと、チェックを受けながらのドリブル。スルーパスを狙う。縦へのボール、もう一つ前に行きたい。シュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。さあ前半が終わりました。前半からシュートの飛び交う派手な展開になりましたよね。ただ選手たちにしてみれば決して得点にはなっていなかったので、納得のいく内容ではなかったんじゃないでしょうかね。インターナショナルチャンピオンズカップノースアメリカ、チェゼーナ対メンヒェングラートバッハ、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半スタート0対0で折り返しです。チェゼーナとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。後半で試合が動きました。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはチェゼーナ、選手を変えるようです。さあチェゼーナ、2人の選手を入れ替えます。
さあメンヘン・グラートバッハ、この重要な試合でまず一歩リードしています。ハキミ、プレッシャー、さあカウンターのチャンスになります。これはなかなかこじ開けられない。サンチョ、サンチョから大きく縦、阿部、ここで収まる。さあどうする、どうだ、ここはすぐ奪い返します。チェゼーナ、寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。セバスティアン・ビゼ削ってしまいました。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、ここは誰に合わせるのか。このクリアボール拾いたい。いけるか、長いボール縦へ、さあカウンターを仕掛けます。裏へのスルーパス、いいボールだ、抜けてくる、デロッシー、チェゼーラ、現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか。まあ早い段階で追いつければそれに越したことはないですけどもね、この時間で 0-1 ですとまだまだどっちに転ぶか全然予想できませんからね。さあこれは追いつくためのカウンターになるか。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。デロッシー、ボールの奪い合い激しいものがあります。ラファエル、スペースを狙った、抜けた、チャンス来た、シュート、決まった、決まった、メンヘン・グラートバッハリードを広げました。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですね。ここでベンチに動きがあります。さあメンヘン・グラートバッハ、得点を重ね2対0という展開。メンヘン・グラートバッハとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいでしょうね。そうですね。ペレグリ、ここで前を抜けるか、ボールはクリア、ラファエル、チェゼーラ、交代枠を2つ残しています。ジャスルダイン、スペースを狙う、ユリアン・バイグル、ラファエル、裏へ届くか、オフサイドですね。さあ再び選手の交代です。メンヘン・グラートバッハ、
ボナベントゥーラ、ラファエル、ボナベントゥーラ、レフリー笛は吹きません。スルーパスを狙う、長いボールを送ります。大きく縦へ、裏を狙う、このボールはカットされます。ボナベントゥーラからのパスは通りませんでした。ペレグリ、スルーパスを出す、メンヒェングラートバッハ、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。これはクリア。スルーパス、シュート、からゴールが生まれました。いや、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたね。さあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。1点です。チェゼーナ、まだ急げばチャンスありますよ。リース・ジェームズから大きく縦、ジャスルダインからデミラル、入るか、デミラルからアルカス、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ウッドバンからのクロスボール、これは直接キーパーへ。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。アシュリー・ヤング、ボナベントゥーラ、つなぎたいとこだ、フリーだ、シュート、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあ、チェゼーナ、タイムアップ直前で攻め上がります。フリーで受ける、シュート、さあ、カウンタースピードを上げたいところ。ブラント、もうアディショナルタイムに突入。ここはドリブルで上がる、つなげたいですね、これね。チェゼーナ奪い返します。笛です。2対1、チェゼーナわずか1点の差で負けてしまいました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。チェゼーナとしては健闘したと言えるんじゃないでしょうかね。今日の結果はむしろ前向きに捉えていった方がいいと思いますけどもね。インターナショナルチャンピオンズカップノースアメリカ、チェゼーナ1点差に詰め寄ったものの、結局2対1で敗れています。